こんばんは。こんばんは。口の色がない。リップを買ったんですよね。今日は何を食べたんですか。まあまあそんな焦らずに待ってくださいよ。最近ねこのリップが切れとってなくなっとって買いに行く暇なくて違うリップ使ってたんですけど、やっぱこっちの方がというかこっちの方がというかやっぱこれが一番しっくりくる。もうだいぶ巻き取れたけど今日は巻いてた。16番。そうインスタ載せたいんですよね。今日はねお仕事終わりにそうちょっとせっかく髪の毛綺麗だし髪の毛メイクさんにしてもらっとるし、なんか桜の季節なのに全然写真とか撮れてなくて、なんかその車の中から見るとかはあったけどこうまじまじと見るっていうのをそうできてなかったので行ってきた。見に行ってきました。明るくなった。投稿しようと思います。唐揚げ食べたって。食べた唐揚げ食べました。どれ乗せようかな。もうねめっちゃね桜もうとても綺麗だ。平和公園ちくさ広島。平和公園国際会議場違うね。平和公園って場所出てこんのこのインスタで。
か市電駅とか出てくる。まあいっか。なんかよくわからんのが出てくる。今日も美味しいものを食べましたよ。皆さんは美味しいものを食べましたか？桜で写真を撮ったので載せインスタ載せたいんですけど、もやしもやし、うん、もやし、それは皿の種でしょうか。もやし、もやしか。まあもやしも美味しいよね。もやしも美味しいよね。なんかめちゃ飲み水出る急に。どれ乗せようかな。これかな。そう、写真撮ったんですよ。桜写真めっちゃ見頃って感じでした。桜もうギュって感じ、ギュギュギュって感じでした。本当もう今がベスト、今が本当に見頃って感じでした。昔はね桜とか花見とか全然興味なかったけど花より団子って感じやったけど、まあ今はもう花より団子っちゃ花より団子やけど、インスタに載せたい写真を早く載せたい。なんかね、最近忙しくてこの時間にあんま SNS できてなかったけん、そうインスタ全然載せてなくて、今日はチャンス。公園とか行けてないからやみそう。そんなことでやむな。配信見れてるじゃないか。そう、でもね広島はまだ葉っぱじゃなかった、まだ大丈夫そうでした。葉になりつつあるけどまだ大丈夫そうでした。雪？いいね。雪
雪国懐かしい。でも今ぐらいの時期が一番好き。暑くもなく寒くもなく湿気もなく。目が乾燥する。確かに次の週の僕対僕恋来る人はその時でも1週間経ったら。でも桜って結構散りそう。1週間は結構桜にとっての1週間はでかそう。確かに雨が降ったらもう最悪よ。よいしょ。ゆうちゃん、スマイルさん、ひなたさん、いとちゃんポポさん、つのさん、バラ、ありがとうございます。インスタどれ載せよう。インスタとツイッターもう、インスタ、ツイッター、メールの分けるのが難しい。これはね、見てるんじゃなくて、あのインスタに投稿しようとしている。てかアットジャムって6人しか出れないんだね。悲しい。16人じゃないんだって思って。もうインスタが載せたいのに。サラピが出れば行きたかったねえ。来、え、そうなの。2万人なんかあれだよね、音楽と食のフェスみたいな。めっちゃいいじゃんと思って。
で夏のフェスはもう完全に PR 舞台になるんだろうなと思ったら、もうフェス今のところはまだない、ね、神奈川のアイオンシンデレラ出たらもう当分ないんかな、知らんけど。もう変な風になる。黒フェス、インスタ、ツイッター、インスタ、ツイッター、どっち先に載せよう。いや、今日ツイートしたっけ？してないか。今日桜、その桜の写真、桜見に行く予定なくて、予定なく普通に、予定もともとなかったかな、そういう行く予定があったら桜に合うピンクの服でも、ピンク系白系の服でも着ていけばよかったって思った。どっち乗せよう。投票したよ。本当ありがとうございます。そう、投票が今日の12時から始まって、なんかもうね、情報がいろいろ出すぎて、なんか頭の中では割と追いついてるけど、メールとかそう SNS で追いつけてなくて、なんかもう情報が一気に出すぎて、そう、ピューロランド、サンリオピューロランドでのあれが決まったらしくて、ピューロランドってなってます。ピューロランドとても行きたい。ピューロランド、糸シナモン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 ですよ、本当に。PR 舞台入るしかって。そうですね。そうですね。そう、速報と中間発表があるらしい。2段階あるらしい。びっくり。なんか速報だけかと思っとったけんさ、2回あるんだと思って。どこまで情報出とるかな。でも速報、速報、速報で中間ないと思ったときにさ、やっぱみんなもまだ全然情報追いついてないよね多分。速報がしかも
4月13日の発売記念イベントの LINE ライブで速報が発表されるっていう、発売日ぐらい心穏やかにいさせてよと思って。ね、発表2回、だから計発表3回あるってことですよ。もう気が気じゃないよ本当に。まあでも48って感じがしますね。48に入ったって感じがしてきましたよ。楽しくなってきたじゃないかって感じではあるけど、ちょっと待ってね、ツイッターに載せるかインスタに載せるかどうするかをちょっと悩んでる。今配信見てる人に、汚いな、こっちか、この横か、どっちがどっちにしようかなと思って。縦はねまだあるっちゃあるんですよ。縦をインス、いやどっちにしようかなと思って。縦をい、こういう時ってね本当に悩むんですよ。こうやって悩んでたらどん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 時間が過ぎていくんですよ。縦写真をインスタに行くか、横写真をインスタに行くか、インスタ縦がインスタかな、決まってないよ全然。決まってないよ。決まってたら聞かないよ。そんな決まってて聞くようなそんなめんどくさいあれじゃないよ。縦で行こう。縦で行きます。1枚乗せるか2枚、1枚でいいや。縦で行きます。これどこのだっけ、インスタはね時間気にしてない。あのなんか出ないんですよインスタは、細かい載せた細かい時間だから気にしてない。ツイッターはあの何時何分に載せたかが出るじゃないですか、だから気にして、あの切りのいい数字にしか載せないんですけどっていう謎じゃないっていうこだわりがあるんですけど、インスタはないですね。
インスタ載せます。なんて書こうか。なんかインスタって文章思いつかないんですよ。記念公演無理か。なんて書こうなんかもういつもこうやって時間が過ぎていく一方なんですよ。なんかハッシュタグ、そうインスタでハッシュタグを、あ、いや何つけるかで悩むんですよ。桜、花見花見。なんかねめっちゃね、あのピクニックしたくなった。なんかおしゃれなサンドイッチとか持ってさ、団子とか持ってさ、桜の木の下でおしゃピクしたくなった。おしゃピクしたい。英語で桜って入れたらさ、海外の人見るんかな。英語で桜って入れたらさ、一応入れてみるかそう、海外の人ね、みんな みんなどんなタグをさ、なんかカフェとかはいっぱい見とるけん、そのカフェにつけたらいいタグは、そうローマ字ででも桜ってやったら1349万件の投稿があるんですよ。そうカフェとかはいっぱい見とるけんわかるけど、違うよ、ローマ字であるんですよちゃんと。そんな違うよ、本当にあるんですよそういうあれが。ローマ字の桜、適当に言っとるんじゃない、本当よ本当ですよ。もうすごい、そうだよ、ちゃんとあるんですからね、そういうタグが。はーん、はあはあ、ほう、広島平和、いっぱいある。でもね、そんなところに平和記念公園のところにそんなに桜が咲いとるの知らんかった。初めて知った。広島に来て2年間ぐらい
ちょっと損した気分知らなかったんですよそのサイトルって。損した気分。この前言ったやん、知らんわ。いや教えてもらってない、普通に調べた。そう調べて、これか、広島、広島桜、載せます。乗せたやっとやっと乗せた。載せました。そうね、ゲバントホールからまあまあ遠くはないけん、ゲバント来る人は、来週来る人は行けるっちゃ行けるね。木の横に人おる？おる。どういうこと？何の質問？おるけど、もうボケボケやけん別にボケしてない。インスタ通知来ない。うーん、たーさん、ゆーちゃん、おいでます、元気さん、けんじさん、なんこれ、ひよこ、ひよこ、ありがとうございます。まあ、雨が降らずにこのまま風も強くなくやったら1週間後にも残ってそうやけどね、桜。なんかね、平和記念公園のなんかあの道のところに
道、一本道、一本道、なんか道のところにバーって桜が咲いとって、でもあれはね肉眼で見らんと伝わらん綺麗さ、なんか写真じゃあんま伝わらんことはないけど、朝ストーリーに載せたこれは、朝ストーリーに載せたこれはなんか歩いとって見つけた桜なんですよそうで今日行ってきたけど、これは待って、これ全然ん、なんか居場所ん、なんかこれ場所全然違くない、場所全然違う、なんか場所になっとる、まあいいか、まあいいや別に、5周年の時にはもう無理だろうね。吉田さんも綺麗だって。ありがとう。そう、なんか、写真と写真と肉眼はやっぱ違いますね。肉眼が一番やっぱ伝わる。今でインスタに載せた、今載せた写真のこの花びらはなんか写真撮っとったらめっちゃ上の方からピュッて降ってきてって撮ったドローンで撮影やだよ、無理だよドローンって飛ばすのに許可いるんでしょ、場所によっては、なんか聞いたことある、そもそも持ってないけど、インスタの投稿場所を出せるようになったんだよね、もともと出せるよ、ただ場所を入れる必要がある時とない時があるからさ、入れとる時と毎回は入れてないけど、そうね、一眼レフとかやったらあれやけど、まあでも肉眼に尽きるよやっぱ、チェリーブロッサム、桜ソング、口キャッチ線は線は、横バージョン、足が、あ、足がしびれた、まあとりあえず桜見て桜と写真撮れたので、まあ満足、今年の桜にはまあもう満足です、とりあえず、桜の絨毯になるのもちょっといいけどね。
散って桜の絨毯になるのもいいけど、あれはね人に踏まれたらすぐ汚くなっちゃうからね。やばい、足がつ潰れたじゃない足がしびれた。足がしびれた。そんなドローンについてそんな討論せんくても飛ばさんから安心して、持ってないから、どっちにしろ飛ばさんから、安心したまえ。で花見したい、花見したい、おしゃピクニックしたい。もう今の時期もうベストピクニック時期時期すぎて、どこだっけ、桜ソングといえば十年桜かも。酔い慣れた日に喜びも悲しみも過ぎたった季節さらもう袴着て歩きたいな桜の花とことか歩きたいな。ね、だってあの頃はね毎年桜ソングが出よったもんね、桜シリーズの曲。つつつつつな、それで今思い出したけど2年前高校卒業の時あれやったよね、高校卒業メンバーと中学卒業メンバーで何歌ったっけ。あ、桜の花びらたち。教室の窓辺には儚いのあまり、そう、広島のあの公共楽団さんとやったやつ、懐かしい。ほぼあんま記憶ない入ったばっかりやったし、あんま記憶ないけど GM5? あ、Give Me 5? どんな時も一人じゃなかった
そう、合唱のやつ、公共楽だぞって。違うよ、もう入ったばっかりすぎて、あの頃はほんま記憶にない。いや、記憶にはあるけど、めっちゃいろいろ鮮明に覚えてるかって言われたらあんま覚えてない。てててん、懐かしい。教室の眺めには、そう、踊る予定だったんですけど踊らなくなったんですよ。どこかで消えたものかね、どこで消えた、そう、踊る予定だったんですけど、また朝にあの頃はね、懐かしい、コロナ前の頃思い出のその分だけ、あ、もう覚えてないけど、目の前のとコロナ前だよ、あの頃は。コロナ前ではないか、もう危うかったか。そう、ある程度はすぐ踊れるよ、完璧じゃない、適当やけどそうね、あの頃、そうね、ほんと先輩と一緒の仕事になることなくて、千穂さんと一緒になって、その時の帰りの移動の車が、車タクシーが千穂さんが乗ったやつに「えい!」って乗って「弥生にも乗って!」って言って、弥生とサラと千穂さん3人で乗って、その時初めてこうちゃんと話して、で千穂さんがなんか、あの、サラと弥生のことをなんか中学生とかの頃の友達となんか性格キャラがそっくりみたいな言って、なら意外と仲良くなれるかもって思っとったら、ご覧の通り今では千穂さんとそうなった。そこはしっかり覚えてる確かに確かにそれはそう。いろんな木から桜が咲くとなっちゃんから聞いてきてみました。それみんなには伝わらない、違うよ、違うんですよ。なっちゃんと歩いてて、なんか桜が咲いとる木と、てなんか桜じゃない木、葉っぱの木があってがあって、なんかこれはなんで桜が咲いてないみたいな、これは桜の木じゃないってことみたいな、なんて言ったのかな、そのあんま覚えてないけど、この木は桜の木は桜の木じゃないと咲かんのみたいな、咲かないのって聞いたら、なっちゃんがすんごいツッコミをしてきた。そりゃそうやろ、そんな花咲かじいさん花咲かじいさんじゃないんじゃ、だからそんなどの木にも桜は咲かんよって言われて、おおおおと思って、でそこから人生まだまだ私たちは知らないことがいっぱいあるねっていう話をした普通に謎になるじゃないですか。あ、じゃあ桜の木を植えてるから桜が咲いたんだねっていう。花咲かじいさん、そこで花咲かじいさんが出てくるなっちゃんもだいぶやけど、まだまだ若いんです、私たちは知らないことがいっぱいあるんです。でもさ、おばあちゃん家で毎年お庭で花見してたんですよ花見してたんですよ、いつも。でその頃は、まあ、花より団子派なので、違うあったんですよ。だからそれも桜の木を植えとるって知らなくて、普通に木はもう全て桜が咲くみたいなイメージがあったんですよ、サラの中で。まず桜、その花見してたんですよ、桜の木。しかも毎年春になったらその庭の桜の木で
桜と写真を撮るっていうのが毎年のあれだった。そう、なんかあのなんかさあるじゃん、パカンパカンパカンって開いて絶対伝わってない、あのパカンパカンパカンって開いた机の、あの真ん中にあのパラソルみたいなさせるタイプの簡易的な机みたいなやつあるじゃないですか、わかります？え、なんかあったんですよあなんかこう持ち運べなくもない、こんなちっちゃくないよ、もっと大きいけど、そういうやつにこうパカンって開いたら椅子があって、そのくっついとって、その椅子パカンパカンってやったら椅子になって、こう椅子と机とで、その真ん中に 穴っていうか、こう穴があって、ここにドンってあのパラソルみたいな、あの日陰になるパラソルをさせるやつに、そう、そこ、それを庭に置いてそれを庭に置いて、そこでいつもなんか何食べようったかな、忘れたけど花見してたんですよ。そう、4人座れるやつ、だいたいそれは4人かそう、それでいつも花見してたんですよ。でもその頃はさ、桜とか興味ないから、ただお庭で食べれるのが、外でご飯を食べれるっていうのが楽しくて、ただやってただけなんですけど、そう、それでいつも桜の木だったから、ってことはおばあちゃんちも桜の木を植えたったってことですよねそういうことよね、とかっていうふうに思ってたから、そうそう、バーベキュー、まあまあまあ何でも使えるけど、そこに見られないよ、だって庭だもん、庭、そんなおっぴろげな庭じゃないよ、外から見える庭じゃない。そう、ピクニック気分、その頃はまあ桜には別に興味ないんですけど、おしゃピクしたい、おしゃピク、おしゃピク、インスタで調べたらみんな出てくるよ、おしゃピク、おしゃピク、おしゃピクしたい、なんかね、白い布引いて、そこに無印とかスタバとかでとかドーナツとかを可愛く並べて食べるんですこうやって調べたら出てくる、オシャピク、ひらがなでオシャでピクニック、カタカナピク、パン屋さんとかで買ってきたやつをオシャピクしたい。おしゃれ、おしゃれなピクニックだよ、おしゃれピクニック、アリちゃん、確かにアリちゃん乗ってくれそう、おしゃピク、割と 2,3 年前かな、そんなあれですよ、キャラクターのレジャーシートとか引いたらダメなんですよあの無地のおしゃれな、そこもおしゃれな無地の布、布っていうか無地のレジャーシート、みんなが想像するその小学校の頃とかに使っとったそのキャラクターがいっぱいドーンって写っとるレジャーシートとかダメです、ダメです。そう、インスタ活用して、おしゃピク、白い布、布みたいなの引いて、なんかおしゃれなサンドイッチとかみたいな、ダメよ、カラフルとかダメよ、淡い系にならないといけないね、そういう時に一番いいのが無印良品、ブルーシートもダメよ、絶対ダメ
ダメ。これ広島じゃない？広島っぽいところでやってる人いる？おしゃピクしたい。でももうそんなしたいなとか思っとったら桜もきっとすぐ散るんだろうな。まあ夏でもできるっちゃできるけど、おしゃピクは夏は暑いじゃないですか。だから今ぐらいの季節が一番いいですね。楽しいよ。ブルーシートとビールと焼き鳥、まあそれはそれで良さそう、楽しそう。そう、なんかピンクとか白系の淡い服着てあの淡い服を着て無地のレジャーシート引いて、なんかスタバとかで買った飲み物とかドーナツとかをあのなんか百均とかでわざわざ別にそのまんまでいいのに、こういうなんかこういう箱を買って詰め替えてやるんです。おしゃピクしたくなってきた。でも今日も平日やけど、その平和記念公園のところであのそうやって、まあ、おしゃピクめっちゃそんな大胆にやってる人はおらんかったけど、広げてあのなんか食べたりしてる人たちいた。ピザ食べたかった。その平和記念公園の近くにカフェポンテっていうなんかテラス席もある、みかんジュースが有名なんかなんかあるんですよ。ピザとかパスタがあるとこ、そこを食べるか悩んだけどやめたんですけどやめたんですけど、そこにあったピザ。世羅高原はね結構遠いんですよ。スヌーピー、まあ、うん、あ確かに空花さん行っとった、前行っとった気がする。いつも行きたいなって思っとった時期がめっちゃ寒いかめっちゃ暑いか でもそこはテラス席がおしゃれなんですよ。だから今まで行ってこんかったけど、今日いざ行けるってなったらなったでちょっと気分変わっていかんかったけど、橋のところあのなんか宮島行きの船が出とるところ、原爆ドームがあって平和記念公園があって、ここ川の向こう本通りに行く方向、本通り側ですね。スマイルさんありがとうございます。あそこのお店美味しい。うん、食べたことない、行こうとして行かなかったから、まあいつか行こうかなって感じ。ジェラート美味しそうやった。でもピザが食べたい。ピザ。なんか今日さ、めっちゃファンレベルが上がりましたの表示めっちゃされるんやけど、これはみんなにも表示されとる。めっちゃみんなのめっちゃみんなのファンレベルが上がっとる。めっちゃ表示される。コメントよりそっちが視界に入る。
表示されとるんか。上田めっちゃフォアレベル上がってますね。とちゃんありがとうございます。あ、昨日からできた。あ、そうなんか、どんな、いろいろ出るね、いろんな機能が。ニックネームの横に謎のマーク、それは見えんや。今日はね、なんか珍しいでしょ、編み込み。なんかこれは裏編み込みらしい。この前の公演とかにやっとった時は、やっとった編み込みは表編み込み、これは裏編み、なんかあの出るタイプのやつ。これは裏編みって言うんですよ。今日は裏編みでしてもらいました。寒っ。これハーフアップだもん。これ全然頭皮厳しくない。立体的。裏です。皆さん覚えてください。これは裏編みです。これから編み込み良かったねとかじゃなくて、今日の裏編み良かったねって今日は表編みだったね、よかったよって言ってください。今日は裏です。これは裏です。あの地肌から出てるやつが裏らしい。裏、この前の公演とかでやっとった、なんかあの、あ、これか、これは表かな。でもまあ、サラもどっちがどっ、これは多分、これは表かな。これどっちなんやろ。だいたい任せる。どっちか分からん。無理だ。もうみんなも分からなくていいよ。サラも分からん。でも違うんですよ、裏と表じゃ多分一応何かが違うんです。この前公園いつだったっけ。あ、これか。あー、そう、裏の方が好きなんかな。表、これ表、ここが、あ、分かった、ここが細いやつが裏なんかな。もう知らん、どっちでもいいやどっちか知らんけど、とりあえず今日は裏編み込みをやってもらいました。うん、これ、そう、裏派です。裏の方が大人っぽい。本当に分かって言っとる本当に分かって言ってますか。それはアザーの写真を耳にか、そう、これね、そう、アザー写真はね、耳かけしてるだけなんですよ。編み込みとかできなかった。まあ学生っていうあれだからね
学生だからね。8枚目のやつは でももうだいぶヘアアレンジももうなくなってきた。やりたい新しいやつ。校則厳しい。そうだね、 STU 学校は厳しいですね厳しいですね。浅香さんありがとうございます。ギフト髪型はだいぶやったかなって感じ。染めるしか染めれません。別に染めたい欲はないけど染めれません。そう編み込みがこうなんかあの出とるやつが裏でなんか入り込んどるやつが表らしい。切りませんよ。なんなら今もちょっと伸ばしたい。先だけ染める。そんなことしたらサラが大人に怒られるでしょ大人に怒られるじゃないか。怒られる方向性に持っていかない。染めたらダメだよ。 STU にいる間は染めれないよ。まあ別に染めたい染めるつもりもないけど。メール送ります。だから染めてるサラを見れることはみんなはないかな。前髪なししてみたい気持ちはあるけど、まあちょっと無理かなって感じ。結構厳しいかなって感じではある。演技のお仕事でカツラとか大丈夫です。演技のお仕事は受けたまりません受けたまりません。
サラピはスーパーサラピにはならん、どういうこと？なん、どういうこと？無理無理です、無理です、もう無理です。演技のお仕事だけは期待しないでください。私には無理なんです。ちょっともう演技に関してはもう永遠プレッシャーすぎる。私に期待しないで。え、なんか仮に舞台で、舞台で小栗結さんも出てます、あの小栗結さんと1週間舞台で一緒です、稽古とかで1週間一緒に出ますって言われても、いやー無理、無理かなって、なる。それぐらい一旦そこはちょっと自分にできるかどうか考えるけど、本当にもう、もうそのレベルで、本当そのレベルでちょっと無理かもしれない、心がズタボロになる。心がズタボロになってしまう、本当に。ある程度それ以外のことはなんか自分が苦手だなと思うことでも、まあやってみるかで、ある程度すごい、なんだろう、こうやれる自信があるんですけど、演技だけはなんか自分を作ることがちょっと無理なんですよね。 MV はギリギリこう吉田沙羅役だったので、なんかそう全然誰でもない田中春子役みたいな、田中春子ちょっと適当に言ったけど、役みたいな、そういう全然違うものじゃないから、こうあれだったんですけど、あのそういうのだったらもう本当にどうしようかと思ってたぐらい。だってもうさ、 MV 撮影決まった時からもう本当にもう MV 撮影が終わるまで本当にもう気が気じゃなかったんですよ。本当に気が気じゃなくて、もうどうしようかどうしようかと、本当にもうどうしようかどうしようかどうしようか、本当にどうしようかっていう感じだったんですよ。本当にもう心が折れそうだったんですからね。そのみんなにはその時言えないから言ってないけどさ、TikTok 見てたら、そのそれがあの流れてきたんですよ、あの TikTok が、そこの切り取り、あの STU 公式のそこの切り取りの TikTok が流れてきて、もう反射神経で飛ばしたもん、ピュッピュッと飛ばした。
メール打てます。演技が嫌とか恥ずかしいとかじゃなくて、なんかどうなんかなんなんやろうねこの気持ちは。なんかなんかね、なんなんでしょうねこの気持ちは。分からんけど、なんか冷静になってしまうんですよね多分。すごい多分冷静になってしまって普通なんか客観的に見てしまって、なんか何してるんだろう自分って多分思っちゃうんですよ。だから多分そう思わない日が来たらできるのかもしれないけど、動物の演技から始めて何言ってんだ、人間だ。歌って踊るのは大丈夫、歌って踊っとる時は別に作ってるわけじゃないから、そういいんです。そうなんかステージ上で自分じゃない誰かに別になりきって歌って踊ってるわけじゃないから全然大丈夫なんですけど、歌って踊るとかはいいけど、なんか演技ってなるとたぶん自分を作ることができないっていうのが多分理由なんですよねきっと。入り込めない多分。入り込めないんですよ多分。なりきるの演技も同じということだからできないって言ってるんだよそれを。いや別に思わんけどね。店員さんの演技、あでもさ、なんか人なんかこういうことがあったんだよねっていうのを人に話すときにその人の真似するのは得意なんですよ。なんかめっちゃ伝わるんですよ、伝わるって言われるんですよ、モノマネっていうか。昨日のその熱い熱いなやつもそうやけど、それをいつも高尾彩香が笑ってくる。それは多分演技しようと思ってしてないから多分言ってる、そうあれなんですけど。まあ何はともあれ別に演技の仕事は来てないので考えなくていいそんなことは。すぐるさん、おいでます元気さん、ゆうちゃんありがとうございます。何分36分もうこんな時間。あめちゃくさん顔見たくて
じゃ40分になったらランキング見たいと思います。そうよ、何なんか言おうと思ったやん。なんかいろいろあって、いろいろあってちょっと情報が追いついてませんが、またまとめてメールとかで送りたいと思います。なんかちょっといろいろ追いついてないんですよね。あ、でもブログは投稿ブログは載せたのでぜひ見てください。愛媛旅が今回でもう完結しました。なんかいろいろ出すぎてね、もう追いつかんよね。配信終わったら投票しますって、ありがとうございます。配信終わったらいろいろさらばまとめて更新します。お互いにできることを頑張りましょう。ということで、全然40分じゃなかった。もう3分ぐらい経ったかと思ったら全然1分しか経ってなかった。そんなもんかな、今日は言うことは。情報が追いついてないよ。そうね、モバイル票は 0.5 票ですが、その 0.5 票でも変わるので、モバイル票とあと DMM はみんな多分割とね、月間会員の人多いんじゃないかなって思うから、月間会員の方は一票に入りますので、 DMM の方もよろしくお願いします。あとはもう初回限定版と劇場版とって感じになるので、そう、速報と中間、あ、そうなんか速報と中間発表は8位から10位までも発表されるらしい。最終結果は1位から7位までしか発表されないけど、速報と中間発表は8位から10位までも発表されるらしいです。名前を呼ばれるように、最後に呼ばれないとね、あのその最後っていうのは速報中間発表最後の発表、その最後の発表で呼ばれないとやっぱ一番はそこなんですけど、ということでね、そう、8位から10位発表されるって知らんかったっけと思って、まあ頑張りましょう。 OK、 始まったばっかなのでね、まだまだあと1ヶ月間、これから1ヶ月間ありますからね、始まったばかりなので頑張っていきましょう。ということでランキング読みたいと思います。48位ケンジさん、24位モピラさん、13位コシェのホイテータカダヨ、32位タークン、11位ホロロロン、30位ピロシさん、9位ユカちゃん、8位ナカノンさん、7位アサカさん、6位20世紀ともちゃん、5位おいでませ元気さん、4位ツノさん、3位ユーちゃん、2位イトちゃん、1位ケンジさん、ありがとうございました。
それでは本日もありがとうございました。それではスタートダッシュ大事ですね、頑張っていきましょう。ということでありがとうございました。